チャオ、コンチャスクです。ズーハッピーなんとかみたいな、そういうゲームをやります。ワニが思いっきり口開けてこっち向いてるけど、これ右の方に何か持ってる手があるよね。ワニに餌をやろうっつってるから、まあ多分ビビらずに餌をあげれるかなっていう感じなのか。あ、これ手に持ってるの肉か。わかりづらスマホかと思っちゃった。まあいいや、これで長押しで餌をやる、こうやってやればいいのか。はい、おお、食べた食べた。え、まだ食うの？これもしかして自分の手がやばいのか。でも今普通にあげれたぞ。はい、おい、ビュー。ちょっとなんかこう押しすぎたんだけど、怖え。レベル1っつってるから余裕だな、多分。あら、いや、うぃー、靴だけ出てきた。マジかよ。マジかよ、マジかよ。え、どういうこと、どういうこと。こういうこと、こういう風になんか、ワニの隙を伺えってこと。はっ。はっ。もう置けよ。なんで置かないんだよ。はい。よし。おぉ、なんで画面暗いんだ。続ける。なんでさっき食われたの。ゾウだ、急に。レベル2、ゾウの赤ちゃんを洗おう。はい。すげえ。お尻まん丸。面白いな。まん丸だぞ、このゾウ。あー、水が出る出る出る。長押しすると水出るわ。あ、これ気持ちいい。もうワニに食われる心配もないし。あ、綺麗になった。まだちょっと、なんで暗くなんの。なんで暗いの、続ける。レベル3、動物を整理しよう。はい。今、ライオンが上から入ってきて、アルパカのところに入っちゃって、ボカボカボカーってなって、ライオンぶっ倒したんだけど、アルパカ強。あれ、また来たぞ。これ、こっちに切り替えるのか。こうか。でも、ライオン同士もさ、あんまり一緒にいたら良くないんじゃないの。だってライオンって確かオス1頭に対してメス何秒。あ、やばいやばい、こっち、これ逆にやってみる。どうなっちゃうのこれ。あー、やばそうやばそう。あ、逃げた逃げた。ライオン同士で揉めてるやん。逃げてた今。あー、これこっちにしないとね。これでアルパカを、あともう1匹かな。よしよし、これでオッケーか。こいつら体に毛ないの。うわ、また暗いし。イエーイ、やったぜ。次。変なゲームだな、これ。レベル4、カバに餌をやろう。わ、カバもさ、結構怖いんだよね。あれ、普通に餌をやったんだけど。頭を操作して。こういうことか。今度操作してんのカバだね。おお。顔の向きを変えるんだね。よし。余裕じゃん。あ、やった。暗い。真っ暗。次、レベル5、アルパカのヘアカットをしよう。あ、これスキン枯れんの、マジで。じゃあ頭いこうぜ。あれ、頭枯れないんだけど。頭枯れたいんですけど。じゃあ首枯れんの。全部いけってことか。終わんないや、これやんないと。あ、なんか画面ちょっと固まるし。ウィーン、ウィーン。たてがみちょっと残、あ、お尻の穴が見えんで。お尻の穴が見えるんですけど、なんだこれ。まあ、お尻の穴ぐらいあるか、みんな。俺にもあるしな。よし、できた。頭借りたかったな。よし、次だ。お、サラダ、レベル6、バナナへ走れ。タップしてスタート。え、急にランゲーム。あ、なんか猿がいっぱいいる。お、お、乗せた。あー、なんだなんだこれ。ははは、あ、いっぱい。こういけってことか。あれ、無理だった。こう、あれ。うわー、あ、何、こっち、よし、こうだ、こう。ははは、おーし、あー、今のやつできなかった。よし、よし。お、めっちゃ長いぞ、これ。やったー。すげえ、天国じゃん。真っ暗だけど。これは、資料整理しよう。うん、まあ、これ、どっちから外したって一緒でしょ？こういうことだよね。はいはい。なんでそんな位置に餌あるんだって感じだけど。ちょ、待って、これ何にも難しくないじゃん。え、1ミリも難しくないんだけど、なんだこれ。これは？あ、イノシシじゃない、豚？豚を泥に投げ込もう。なんで？後ろに引っ張って、
まあ、こんな感じ。あれ、羽が散った。羽が散ったんだけど、そいつを押し込もうぜ。おら、あいつはいいのか。どういうこと、ちょっとよくわかんない。まあ、とにかく押し込めばいいんだよね。はい、ドン。あ、出てきちゃった。じゃあ、わかったわかった。押し込めばいいんだろ、押し込めば。はい、ドン。これ1匹分のスペースしかないから、1匹入れればよかったのか。オッケーオッケー。よかったっぽい。レベル12、ワニに餌をやろう。また?うわ、でもなんかさっきと違うんだけど。あ、なにこれ、どうするの?タップして、長押しで餌をやる。おい、お、普通に食った。こっちのやつにやる?遠くのやつに、ちょ、危な、遠くのやつにあげれないんだけど。離して安全に餌をやる。はい、めちゃめちゃ親切なの。あー、持ってくれた。やべ、舐めてた。あれ今のやつどうなったの。飼育員の代わりはいくらでもいるってか。はい。これ飼育員が食われてもゲームオーバーにならないんだけど、なんじゃそりゃ。やべえな。喉の渇きを潤してあげよう。バケツに水をあげればいい。あー、これをこうすんのか。え、もうたま、あー、ちょっとずつ溜まってるわ。結構シビアだな。いっぱいにしてあげなくちゃいけない。たまんのおっせえな、こんなにドボドボ出てんの。よし、満タンになったぞ、ほらよ。え、なぜかちょっと減ったし。この父さん目が可愛くねえな。やったぜ。なんか謎の箱がゲットできそうだけど、別にいらないかな。またこれか。よし、じゃあそんな感じでこのゲームは終わろうかな。おい、ちょっと待って、猿だぞ。これ、なんでさ、はい、ちょ、ライオン放り込む。なぜかライオンがボコられるから、このゲーム。かわいそう。これも立派な動物虐待だぜ。よし、じゃあそんな感じで今回のこのゲームは終わりにします。よかったら高評価ボタンを押してってください。次の動画で会いましょう。それじゃあまたね、バイバイ。やばい、またライオンがボコられる、これは。すまんな、今ちょっとよそ見してたわ。